えー、若きフリーランスのライターですね。藤吉正春さんを書きになった福井モデル。日本の未来というのは、これはもう地方から始まるんだと。地方が未来を,を作っていくんだと。日本のという。新しい提言。えー、しかもそのルポルターじゃなかなか面白くて飛びついた本で、えー、あります。えー 東京の放送局ではほとんど放送されない。いきませんね。こういうことはね。あの、自分も在京ということでね、ここでこう、喋っておりますが、本当に地方の方申し訳ありませんね。いろんなこの、あの、救い漏れがあるんですね。うん、えー、それを藤吉さんみたいな方がですね、全部こう拾い上げてくださっている。うん、例えば、こういう世界基準がカナさんあるそうですよ。はい、エネルギー効率改善。コンパクトシティ。 世界先進五大都市。うん、非常にこう小さくまとまってうまーくエネルギーを使っている、そのまるで未来都市のような都市。<う>お手本ですね、街の。はいはい、それはどこかという。まず行きましょうね、パリ。はい、それから、まあ、ちょっと離れますメルボルン。<ー>バンクーバー。ーポートランド。ポートランドそして、 なんと驚くなかれ。富山。あ、一つに入るんですね。が選ばれたんですって。<ー>世界先進5大都市に。<ー> <laughs> 富山が世界先進5大都市に選ばれていたんでありますですね。<ー>少子から高齢化を含めて、まあ、エネルギー問題も含めて非常に克服に今、最も先進のポジションで解決しようとしているのがこの富山市らしいんですよ。 で、えー、ここにはもう他の都市には見られないもう未来が始まっている。行政面での国際評価は高く、これ、続々と外国からここの街の市政をね、見学に来るんですって。はい、で、マレーシア、惚れたんでしょうね。はい、この富山に、同じ街を作ってくれって注文が来たんですって。へー。 えー、ジョホーバルというところに、うん、富山市そっくりの町を今建設中なんですって。え行、ーえー、きましょうね。はい、かつて人口密度の高い、牛う詰めで人間がいっぱい住んでるとこ。いやー、そこはもう本当に住環境ひどいんだ。これが大体基本であった。 ね。で、えー、豊かな人はね、ほらもうあの、ハリウッドの高級、住宅街でもそうですけども、ゆったり広々と暮らしていること。うん、これが人間の豊かさというもんだ、と。ね。それゆえに全ての市町村は外へ外へと拡大していった。これ事実ですね。長崎なんかもそうです。丘の上、丘の上へと。高ければ高いほどお金持ちだって言いますもんね。うんはい、佐田くんは。 佐バサさんですか <laughs> はい。今、高ければ高いほど長崎ではお金持ちだというね。<ー>しかし、もう今、長崎市見たらわかります。もう高いとこ大変、うん、もうあの階段登れないよまあそうでしょうね。だから、高齢化によって、その街の基準というか住みやすさっていうのも、ひっくり返るわけでありますね。はい、で、行政は道路、橋、交通など維持費が、重なり、 特に雪などで管理の難しい拡大山間部へのコスト代に悩んでいる。コストが増大するわけですね。そういうところは。電車、バス、市電などのアクセスが不便になると過疎は高齢者にとって生死に関わる重大問題となる。もう拡散する都市づくりの時代は終わった。これを別の人の言い方ですると地方消滅とかっていう方がいらっしゃるんでありますけども、富山市は違うんだと。 コンパクトスティーン。う自由環境の良いところをぎゅーっと一箇所に集中して、その小さな街で快適に過ごすという、エリアを率先して作らなきゃダメなんだということで、もう乗り出しているそうであります。で、富山市がまずやった、これ行けばわかる。今度行きな、チャンスだったら。はい 路面電車の充実に富山市は着手した。これ本当に綺麗なんですよ。この路面電車。街の中心部に人、金、物の機能を集約し、そこに都心地区を作る。で、人を集める滑車がそこだというね。で、この都市の地下を落とさないこと。ここに人を動かす。楽しい、美味しい、おしゃれそういうものをこの真ん中に集中させて人を誘導すること。 都心を地盤沈下させない。これが税金の無駄遣いにならないことだっていう。うこれはわかるよなぁ。えー、何あいや、私、20年ぐらい前に富山に行ったんですけど、そこと全然変わっているってことですかねあ。そう思ったのが街自体が。うん。は<ー>あ。あのね、<laughs> ほんね、ちょっとね、北ヨーロッパのシャレータ街歩いてるみたいな。そんなことになってるんですかうん。 でね、富山市の実情を言いましょうね。うんえー、富山市の税収はですね、えー、703億円だそうで、うち74%を稼いでるのが都心地区。市そのものの5.8%の面積に過ぎない。この5.8%、約6%の面積が、税収、市の税収の80%を稼いでるんですよ。80%近くをね。だからここはもうお城で言えば、 城の本丸なんですね。うん、で、ここが、ええー、もう税収稼ぎ頭ということは間違いないわけでありましたこれ本当に重大問題だと思うけど、ここの、その、いわゆる都心地区の地価が下がり始めると、もうすぐに街ってダメになるんだってね。うん、シャッター通りが広がるともう一発なんだって。はい、一番大事なことは都心に、 この真ん中に、街の真ん中に、いかに人を集めるか。うん、これが、地方都市生き残りの。これを富山はどんな風に進めたのか。これが面白いんです。う互期待。武田哲也今朝の三枚ろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷なです、えー。少子高齢化という大問題を乗り切っている地方都市がもうすでにあるという、うん、そのモデルを取り上げておりますが、今話の方は富山というところを扱っております。個々ここの市長さんもまあこの放送で言うのも何度もさえた人ですな、これは本読んで。うん、私は感動しました。はい。とにかく富山市の中心部をこのシャッター通りにしないこと。 で、この政治がやったことは何かと言いますと、なるべく人を真ん中に真ん中に集める。はい、まず65歳以上のやがて交通弱者になる人のために、スーパー病院まで徒歩で500メートル圏内を選んだそうです、エリアで。うん これ抜群ですね。で、市長は、65歳以上の人たちの、住民基本台帳の住民を拾い、その人たちの住むべき環境を、市電を駆使として、あの、居住区のゾーンを3つ連ねて、団子を刺すように並べたんですって。で、園内に入ると、必ずスーパーと病院が団子1個の中にあるっていう。 最大歩いてもそれが500メートル以内という。はい。これで市民が乗ってくるかどうかですよね、その政策に。その中で市長がやったことは、移住すれば50万円。補助金を出すんです。ほう<え>。えあるいは月々1万円ずつの補助金を出す。え3年間連続で。へえ。で えー、アパートを建てた人たちには、そのアパートを建てる段階で、100万円の助成金を、市から出すんだそうです。はい。で、区市である交通の支電バス、それから、あまあ、電車であるな、地方電車。これは65歳以上は、これ面白いね。はい、いい、ここからがこの人のアイデアの面白いとこだ。はい。はい、65歳以上の人は、100円。 ほうただし、真ん中まで行かなきゃダメだの。<laughs> え、どういうこと例えば、団子3つ並んでるとするじゃない、はい、そ、そこがあ、都心があります。はい、で、真ん中通ってる櫛。これずっと長いんだ。もっと長いんだ。もっと長い。はい、ずーっと長いはい <laughs>。で、あなたが、一番遠くからあなたが団子の手前で降りたとする。そこで降りたと団子の手前で。 そうするとね、その料金がね、最高で2600円なの。え <laughs> どういうこと頑張って、団子の中の終点まで乗る。来ると100円。100円1 0嘘すごいなエリア内、とにかく団子3、3個並んだ団子の中は全て100円。<え>で、都心の手前で降りれば通常負担になる。最も遠いエリアからでは1000円から2600円。 二千六百円になる。<ー>一番遠くから来た場合は。<ー>で、団子の手前で降りたら二千六百円取られる。うん、都心までやってくれば、二千六百円が百円になる。は<ー>これが成功するんですよ。<ー>社人務に出てくるようになるわけですよ。そうすると、都心で飲み食いするんです。そうすると、店が繁盛して、経済効果があるんですね経済効果が、ま、回り始める。 しかも、飲酒もするんで、酒も飲みますんで、帰りもまたなんです。車ではダメなんです。はい。そして、この市長がやったことは、孫と一緒に来れば、動物園はただっていうのをやりまくるんですよ。ええ。ー、はあ、で、この孫は、孫の証明書はいらないんです。あ近所の子供でもいいそう。 <laughs> 65歳以上の証明書を持ってて、子供と手をつないでいれば、<laughs> 全部タダで入れるんなんか大らかですね。<laughs> そう、そういう施設が。はあ。ぐんぐん上がるんですよ。え、エリア内での消費行動が活発になるんですよ。は <laughs> これね、面白いこと考える市長さんなんだよ。そして、<ー>団子内で、かなさん。はい。団子内で、 花束を持った人は、えその100円もいらないの。なんで花束ただ単に無条件に花束を持った人が電車に乗ってくると、華やかに見えるから。ええー、そういうことですかうん。ただそれだけ。すごいね。調子に乗ったってボロクソ怒られるんだ、市長は、ま。ちょっと冗談みたいな話ですもんね。ところが、これうまく生き出すとうまくいくんだな。 花束持った人は特別に交通費がいらないっていう、その精神が気に入ったっつって、その団子のエリア内に東京を本店とする花屋さんのチェーン店が駅ごとにできたわけ。そしたら、雇用が上がって、また税が落ち始めたわけ。それは100円取る取らないの話じゃなくて、巨額に膨らんでいく。市長さんは、今度は、 外国人は100円払わなくてもいいって言い始めた。<laughs> そしたら、ほら、例の、あの、富山だから、うん、の例の雪のトンネルとかあるじゃん。はい。立山の方だって、えー、あそこに行く中国系のお客さんが、山の方のホテルに2泊するのが、1泊だけ市内に泊まり始めたんだって。うん、まあ、これが金を落とすのなんの。ほう。 このあたりの発想が。すごい。損して得取れの究極ですね。この損して得取れがですね。はい。とんでもないところに、医療費効果まで波及していくんです。それはまた、明日の続きでございます。はい、武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です。えー、富山市の運営する市電を、 外国人観光客の方とか、花を持った方は、ただにした。65歳以上は、とにかく、その、市内まで入ってくれば、もう、どっから乗って降りても、100円にした。ほんっもう、不思議なもんで、車に真ん中まで出てくるわけですよ。うん、ほんで、あなた、うろ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 歩くんだ。<laughs> この交通機関の、大盤振る舞い。これが、ものすごい、都心での消費、飲食、好調。 等々で税収を持ち上げたわけでありますな。しかも車から解放されたこともあり、アルコールも気兼ねなく飲めますもんですから。<え>これで酒税もまた上がったというね。はい、で、とんでもないことがまた起こり始めた。なんと、年間の医療費、富山市内、えー、市内の老人医療費が目に見えて下がり始めた。え あだ、100円にしたおかげで、じいさんばあさんがうろ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 う歩く。うん。足腰元気になっちゃう。<laughs> やっぱり歩くことはいいことなんですね。元気を、あの、病院に来なくなっちゃったんですよ。<ー>いいですか皆さん、ここで聞いてください。この、藤吉さんが調べられた結果でございますが、健康効果ということで、これ、筑波大の調べた結果で、えー、ありますが、一歩歩けば、 健康効果で0.061円。はい、医療費は削減されます。つまり。一歩で。うん、一歩で。<え>で、富山市内で、一日あたり平均5710十歩歩く老人が、この100円のおかげで、歩数が増えちゃって、7019歩。ううつまり、1309歩増えたんですって。平均が。これで、驚くなかれ、ね。 総計で、1日あたり、1個人、80円、分、薬がいらない健康体になった。はい。1> で、1日の利用者が、1日の利用者が2591人なので、年間で7560万円の医療費の削減につながったっていう。おうこれは、圧倒的な数値の、 説得力ですね。えー、はい。あの、私、ちょうどこの本読んでる時に大阪にいたんですよ。はい。大阪の、大阪と高層の揉める時にね、えーえー、まあ、たか、たか,か1万秒差で大阪と高層は否決されたんでありますけども、あの中でやっぱ大阪の街が二分されておりましてね、若い方は、 橋本さんが大好き。で、お年寄りの方で意外と支持されないという方が多かった。うん、その老人たち、まあ、といっても私たちと同世代の方がおっしゃったのは、橋本に任せておくと、バスの、あの、なんとか割引券が取り上げられるっていう。うん、そ,そういうささやかなことだったんですよ。うん、はい。だ、不安でしょうね。うん、やっぱり、 さえてますよね。この富山市長さん、あえて名前は言いませんけども、すごい方ですよね。うんはい、で、この市長さんの、まあ、その、様々なあ、冒険に関しまして、不公平と叫ぶ方とか、うん、市民にこびてるんじゃないかとかって、罵る方も、たくさんいらっしゃった。その、不公平と叫ぶ、あるいはこびてると批判する、 声を、政治家ってのは辛いですな。大変だろうと思いますが、一つ一つ潰していかなきゃいけない。はい。それをおやりになったっていうから、すごいですな。はい。ねえ、母さん、こんなことがあったんだって。山の奥にじいさんとばあさんが住んどる。で、息子たちは町にいる。で、息子と娘はね、もう出てこいつんだって、そんな不便なとこいないで住みやすい環境もあるし、病院も近いって言うんだけども、いや、 戦争材や、ろ、こ、この土地よとかつって動かないんだって。<ー>で、なんとまあ、無残なことによくある不幸でありますが、水害でその老夫婦が住む村落の橋が流れまして、もう住んであ,あるのは一組のそのじいちゃんとばあちゃんだけだそうですよ。村落の孤立ですよね。<ー>ほんで、えー、そのじいさんとばあさんたちは泣きながら橋をかけてくださいよ。しかし問題、生きていありません訴えるもんですから、 新聞なんかがね、冷酷非道な市長とかって書くんでしょうね。う助けを求める老人、老婆の声を無視してとかって、はいで、市長さんは何をやったか。はい。本当にさい、知恵があるね。はい、息子夫婦がそのじいさんとばあさんのところに行く軽トラックがある。軽トラックで行ってるんだな。はい。その軽トラックの幅を測って、 針の橋をそこにかけたっていうね <laughs> 本当の話ですか <laughs> それでいいわけじゃん。まあ、そこしかいないわけですから。か <laughs> ら、橋の大きさが前の10分の1ぐらいになったんだけど。<笑><笑> 息子さんと娘さんは涙ながらに感謝なさったっていう。なんか日本昔話みたいな。そう。<laughs> 世界なんさんですよね。ね<え>何も元通りにすることはないんだ。<ー>サイズに合わせて橋を十分の一にすりゃいいんですよ。はぁ<ー>。縮小するにしても縮み方。<laughs> う,んうん。この次また明日の話の上で。<laughs> 武田鉄矢、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷かなです。えー、日本の、まあ、抱える、未来への問題でありますけども、まあ、少子高齢化で、その問題に対して、その問題を解決する妙案を見つけたという地方があるぞという、未来は地方から始まるという、藤吉正春さんの、レポートでありますね。福井モデル。だいたい2週間にわたって、富山のことを、ね。はい。 この先まだ石川と福井があるのかと思いますと。そうですね。語り尽くせないんですよ。この一番最初に語り始めました富山だけでね。あの、100円ね、アイディアなんか抜群でしょそれから、あの、山間部の橋が流れたら、そこに住んでらっしゃる老人夫婦のため、ほとんどためだけの、そこの、坊ちゃん、息子さんが、の、 車が通れるだけの大きさの橋を架けて差し上げたという。はい。でも、間違いなく言えることは、もう、人が住まなくなったところはゆっくり自然に返すという、うん、そういうことってやっぱ絶対あるべきだよね。はい。まあ、それにつけましても、富山の市長さん、あえて名前言いませんが、 さえておりますですね。この橋の一件だけではないんでありますね。この人、議会でこのことにお金を使って大問題になったそうであります。はい、それは何かと言いますと、個人所有の山小屋がある。そこでまあお土産とかなんかやってらっしゃるんでしょうか、商売をね。その山小屋のトイレを、もう市としてはそのバキュームカーでね、組み取りに行ってたんだけども、うん、なんと、 市の方で面倒を見て、そのトイレを高額のバイオトイレにした。<う>これすごいのが今あるんでしょバイオトイレって。一<ー> 1>, 1ヶ月分の、つまり、<ー>まあ、トイレの分量があるとする。ると、はい、これをもう、あの、バケツ半分ぐらいの灰にするっていう。<ー>で、それを取り出しといて、あの、あ土の上に巻けばいいんです。<ー>栄養になりますから。いいんうん、そう、そういう、まあ、高性能の、 えー、バイオトイレにしたんですな。で、その、組取りの手間は省けたわけですけども、その山小屋が個人所有ということで、個人所有に公費投入。これが議会で大問題になった。はい。でも市長は一切受け付けずに断行したんですって。理由は、はい、山小屋、山ガールのに人気があったから。 ちょうど山ガールのブームですね。だか,だからやっぱり相当綺麗なところだろう。縦山とかあの辺が見えるようなところだったんじゃねえの<ー>ほんでトイレ綺麗にしたら山ガールが来始めて山小屋が稼ぐもんでバイオトイレの分稼ぎ返したって税収で。へ<ー>しかもそれを取り返してまた稼ぎが積み重なっていくわけでありますから。この,あの市長さんの考え方は それが死か、効果、どっちのためになるかということを考えて、ジャッジしていくということですよね。はい、例えばね、市長は65歳以上の人たちの住民基本台帳の住民を拾い、ゾーンを作って居住区を移す。このような重点的税の投入により拡散の負担を防ぎ、居住推進ゾーンは、 すごいね。2013年、これで32.2%。なんと人数にして17,736人が居住ゾーンに都合がいいんで、引っ越したそうですよ。それから、問題の2025年までには42%がこの居住区に入れるように。で、ここの居住区のエリアを 緑化運動の中心にして、ますます綺麗な道に磨いていると。な富山、行ったことないっ,っでしょあ ?20 年前に行った時は、うん、あの、そんな街並みじゃなかったです、ね。なん閑散とした。そうですね。ねなんか静かな街だなってイメージが。これ行ってみてください。はい。あのね、あっちこっちに、レンタル自転車が置いてありまして、市電<ー>に沿って、花がバー と咲いております。もう風景一変。うん、で、外国の観光客の方もものすごい勢いで増えているんでありますな。うーん。愛していなかった街を深く愛する市民が生まれ変わらさせたというね。<ー>この辺はやっぱり、なんかな政治ってこういうことだなぁと思うなぁ。その市長さんのやり方ってなんかこう、 なんだろう、ユーモアもありますもんね。ユーモアありますね。あの、もちろんこれは、あの、行政のあり方を問うという藤吉さんの作品なんでありますけども、これ読んでおりますと、やっぱりその、生き方とかね、価値観とか、そういうものが、こう、実はものすごく大きな力を持ってるんだなと、なんかそんな気がして仕方がないんでありますね。はい、富山市は様々な面で、自らで、 富山という地方を作ろうと決心し今作りつつあるそういうことだよね、はい、大阪は大阪を作らないと東京は東京そして福岡は福岡それが本当の地方創生という意味ではないかということですが明日こうご期待武田鉄也今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。藤吉正春さんの未来は地方から始まる福井モデル、文芸春秋社館であります。ぜひ皆さんお読みになってくださいね。それと、もしよろしければこの3県訪れたらどうでしたでも今すごいかん混んでますかね。混んでるんだろうな。うさあ、語り始めましょう。街を作っていく。地方を起こすには、3つのタイプの人間が必要だと。 ね、著者、藤吉さんは語っております。どんな人間のタイプが必要か。よそ者、若者、馬鹿者。この三種類の人間のエネルギーが地方を作っていくんだと。よそ者というのは、今まで住んでらっしゃったジモティの方が気づかない。別の目でその街を眺めることができる。だから、よそ者に冷たい街って、 発展しないんです。それから活力は若者から。やっぱり若者のエネルギーがその地方に宿ること。そして斬新なアイディアに満ち溢れた馬鹿者。この三タイプがいないとダメだということですね。これは富山かな錆び、えー、れた祭りを復活させたというエピソードがあるそうです。えー、よそ者の女性がやってきまして、その祭りの引き山を 自分たちで新しくデザインし直したそうです。それが、その、変わってて面白いんで、ま、調子んがわーっと集まって、引き山を引き出してるうちに、型破りの新しい祭りになって、それにドーっと見物人が集まり始めたんで、また名物が一つできたという。これ面白いことを、藤吉さん書いてらっしゃいますね。人を引き寄せる地場には、その土地への、 誇りと愛というエネルギーがある。うん、誇りと愛というエネルギーが高ければ高いほど質量に比例して引力が強くなる。はあ、方程式よくわかりませんが、とにかくその町への一種誇りと、それから一種愛情があれば人を引きつける力がわーっと溢れてくる。この石川、それから福井、うん、富山にはやっぱり あったんですね。うん、そういうものが。うん、はい。でですね、今度なんですけども、北陸三県の一つでありますが、石川でですね、ライブをやることになっておりました8月の2日、日曜日なんでありますけども、はい、MRO のラジオの生放送が、ああ、組まれておりまして、はい、はい。そこでね、歌うんですね。白山一里の高原特設ステージ会場という、ここ楽しみでね、はい。白山とかいいじゃん、なんか。 これ入場無料で、公開生放送ということですので、たくさんね、来ていただけると嬉しいですね。はい、で、えー、藤吉正春さんの福井モデル。とっくに、えー、未来を始めている地方があるのだと。うん、ね。それが、実は、福井、富山、石川だっただ。ここはもう日本の未来を先取りして、もう未来を生きてる。ええ。 福井はちょっと別のあれで一回だけいたことあるんだけど。<え>で、なんかビジネスホテルで代表に一日書いてたんだけど。<え>不思議だったのはな、大通りにばーっと小並べてな、みんなでな、焼いたサバ食ってんだよな。ねなね、<laughs> よくわかんねえんだよ。ちょっと待ってちょっと <laughs> 俺よくわかんない。よに。俺、俺もびっくりしたんだもんだって。お、イベントいや、でも普通にみんなやってるから。<laughs> うん、小達に足入れてね。確か俺,俺が目撃したのはそういう実態だったけど。 うん。何ですかね。さあ、問題提起でありますけども、<laughs> ちょうど私この本読んでおりましたのが、あ大阪天皇寺区にありますホテルの一室で,で、本当に運命的でございまして、橋本さんという市長さんが大阪と構想なる構想をぶち上げましてですね、150万人有権者を二分して選挙をやったという、その日だったんですね、この本を読み終わったのがね。はい。 で、まあ、テレビつけたら、まあ、あの市長さんが出てらっしゃいましてね。ねで、サバサバした様子で、正解、引退を発表しておられました。まあ、己が仕掛けた市民投票を破れるということで、引き上げていくという、その後ろ姿は、一見さましく見えたんでありますけども。なぜ、大阪と構想はうまくいかなかったのか。たとえ1万票で破れたとはいえ、まあ、破れ去ったわけでありますから。うん。私はぼんやり思いましたのは、 非常にこう制度をいじくれば新しい街ができるという非常にこう政治的な図面といいますかなんかそれではま、人は動かないのではないのかなというふうに思います大阪ってのはどういう街かこれもう大阪皆さんみんなおっしゃいますが大阪というのはやっぱ反中央でありますね東京ではないということを発想にエネルギーが街に溢れておりますそのエネルギーが ですから、その大阪を大阪とと名乗るというのは、もうすでにそのというふうに思うわけであります。そしてもう一つ言えることは、未来を始めた、この福井モデルという本には、福井と石川と富山の連携が書いてあります。うん、やっぱり北陸三県しっかり手を繋いどるんですよ。はい、そして住みやすい環境を作っとるんでありますね。 なんと皆さんお気づきだと思いますが、福井モデルというこの本のタイトルを連呼しながら、はい、はい。今日でおしまいでございます。富山で終わったわけではない,すい。そうですね。はい、ですから、<あの S 1> 私、この藤吉さんの本に関しましては、三分の一しか語っておりません。はい。こっから面白いんです、藤吉さんの本は。<laughs> これはぜひ、お買いになって読んでください、こっから先は。使って読めと。はい。